供を守ろう。この前通勤電車の中で、まあ、子供連れというか奥さん、なんかの奥さん、どっかの奥さんと子供が電車に乗ってたんだけど、その子供が席に座らされて、それで手ぶらっていうか右手にちっちゃいおもちゃ持ってたんだね、うん、で母親はいつも通りスマホをポチポチやってラインかなんかやってるわけだけど、それで子供手ぶらでひまひましちゃって、なんかわめき出したんだよ、わめき出したんだよ。で周りの人やっぱり変なあーうあー言い始めたから、みんな嫌がってんだけど、でも奥さんまあ子供だから、子供のしたことですからみたいな感じで知らんぽりして、そっけんもいたんだけど、でそれに対してうちが言いたいのは、なんでそこにゲームボーイはないの？ゲームボーイカラーとかゲームボーイアドバンス、そして一時期世間を一歩ちょっとお騒がせした任天堂 DS、DSi、3DS がなぜないの？なんで子供がそんな退屈して、まあ、5歳児ぐらいの子だったけどそんなことになっちゃうのかって言ったら、任天堂スイッチっていうクソハード、オタク向けのクソハード、落としたら壊れるような液晶を積んだ、まあ、ピカピカのパネル PSP みたいな風貌したゲーム機があって、それが任天堂スイッチっていうクソハードなんだけど、クソゲーム機、欠陥品だね。任天堂の死んだ社長が見てたら一撃で怒り込み上げて地面に叩きつけそうな、そういうクソハードなんだけど、任天堂スイッチをその子供に与えることはできない。だって5歳児に与えたら壊しちゃうから。でもそれって意味なくない？だって子供のためのゲーム機で子供用のソフトも揃えてて、それで子供がそれ使わないで、むしろ年いった大学生以上のオタクがポチポチ遊んでる。それで楽しいゲームとかじゃないの？オタクはちゃんとオタク向けのゲームやって、例えばナイトのアトリエとか、まあ3が出たけど、アニメ化もされてるけど、ああいうのをやるべきであって、そのオタク向けゲームをやるべきであって、ポケットモンスターだのスプラトゥーンだのをやるんなら、まあ、やっぱ子供なんだけど、でもそのスイッチってハードが太すぎて、そのなんていう子供用ハードの枠が空いちゃってるんだよね。空いちゃってるから、だって子供が、本物の子供が、5歳児が手ぶらで暇しちゃってるんだよ。それちょっと許せないんだよ。で、任天堂スイッチ今更頑丈に作って、まあ、DS 並み、もしくはゲームボーイ並みのスペックにするって無理だから、うん、だからもう親の母親とか中にそういう子育てやって、まあ、通勤中とか、そういう親の人たちはハードオフでもメルカリでも何でもいいから、1000円ぐらいでゲームボーイ買ってあげよう。確かに子供のおもちゃとしては高いんだけど、でも飽きは来ないから、ずっと遊んでられるし、物によったら英単語の学習とか日本語の学習とか、さまざまな教育用のゲームをちゃんと揃えてる。いや、ちゃんと任天堂はそういう教育アプリをサポートしなきゃいけないんだけど、でも実際出したのはミニファミコンとか、ああいう結局オタク向けの商品をポンポン出してるだけで、本物の子供が退屈しちゃってるんだよね。それ良くないからね。だからこの動画を任天堂の人間が見てたら、うん、そこちょっと、もしくは子育て中の人たちが見てたら考え、まあちょっと悔い改めてほしい。以上。